山川、首はさすがにやりすぎか。知人女性 A 子さんへのわいせつ致傷事件の渦中にある西武の山川選手、2023年5月12日に選手登録を抹消されました。ネットでは山川選手の登録抹消についてこのような意見が上がっています。悪しき前例は作ったらあかん、作ったのは本人定期、普通に収監されるやつはクビだろ、時代の山口ですら戻ってこれないのに救いたい、ジャイアンツ愛、ハムという北の監獄が待ってる。西武からは出られない系で十分やろ、一番丸く収まる形やん。獄中ベストナイン一塁手部門埋まったな。囚人が試合出ちゃいけないってルールもないだろ、手錠してた方がコンパクトな構えができそうだし、パリーグあんまわからんのやけど西武の4番やろ、チームは大丈夫なんか。セーブをクビになっても絶対どこかが拾うから安心しろ、金ちゃん球団とか。そもそもこの件が片付くまではどうせ野球できないし、判決によってはプロ生活もそのまま終わり。A 子の言い分について証拠あるん、またから血が出ましたってだけあるから受理されとるんよ。被害者もクビまでは望んでないと思うわ。金持ちの無敵の人になられたら怖すぎるし、叩かれまくって制裁されてギリギリ野球選手として首が繋がって記者からの監視ありの方が安全そう。金もらえるしええやんとか言ってるやつほんまに頭いかれてるんちゃうか。人としての尊厳の問題やぞ。復帰してもやじすごそう。あんだけ余裕そうなのはなんか賞賛があるんやろ。今の山川って明らかに闇の山川と光の山川が主人格奪い合ってるよな。インタビュー受けてるのは多分光山川や。坂本がマシに見えてくるのやばいわ。実際マシやし、印象的に悪すぎるわな。30年前の西武ならもみ消せたんかねこれ。普通に示談して終わりやろ。言うて、どうせ、大したことなく、終わると思ってるのはいだけ？一般企業でクビにならんのか？同意があったらまずならない。同意がなかったら退職は免れん。WBC の犠牲フライは、上場酌量にカウントできひんのか？